白雪姫のお話。昔々、とっても美しいけど心の醜いお妃がいました。お妃は魔法の鏡を持っていて、いつも魔法の鏡に尋ねます。鏡よ鏡よ、この世で一番美しいのは誰？お妃は鏡がいつものように、あなたが一番美しいです、と答えるのを待ちました。しかし鏡は、あなたの娘白雪姫です、と答えたのです。お妃は白雪姫の二度目のお母さんです。お妃は激しく腹を立て、白雪姫を漁師に殺させようとしました。でも心の優しい漁師は白雪姫をそっと森の中に隠し、お妃には白雪姫を殺したと嘘をついたのです。白雪姫は森に住む七人の小人たちと暮らすことになりました。そして小人たちが山に働きに入っている間、掃除や洗濯や針仕事をしたり、ご飯を作ったりして毎日を楽しく過ごしました。白雪姫、私たちが仕事に行っている間、誰も家に入れちゃいけないよ。あの怖いお妃にここが知られてしまうからね、といつも小人たちは言うのでした。ところがある日、鏡よ鏡よ、この世で一番美しいのは誰？とお妃が鏡に聞くと、山を越えたその向こう、七人の小人の家にいる白雪姫です、と答えたのです。なんですって？お妃は物売りのおばあさんに化けると、毒入りリンゴを手に七つの山を越えて小人の家に行きました。そして窓を叩いて言いました。美しい娘さんに贈り物だよ。まあなんて綺麗なリンゴ、おばあさんありがとう。けれどそのリンゴを一口かじるなり、白雪姫はバタリと倒れ、二度と目を開きませんでした。小人たちは悲しみ、陶器の棺の中に白雪姫を寝かせて森に置きました。そしてある日、一人の王子が森で迷い、白雪姫の棺を見つけたのです。なんて綺麗な姫なんだ、まるで眠っているようだ。王子は思わず棺の中の白雪姫にキスをしました。するとキスをしたはずみで、リンゴのかけらが白雪姫の喉から飛び出したのです。私はどこにいるのかしら、と王子に尋ねました。姫、ずっと私と一緒にいるのですよ。王子と
白雪姫はずっと一緒に幸せに暮らしましたとさ。おしまい。